はい、皆さんこんにちは、モロトフです。あの1800続きをねやっていきたいと思います。日に日にね、皆さんのアドバイスがいっぱい届きますね。しかも詳細にありがとうございます。で、今回は、前回ね、プラスに転じたので、ちょっと余裕があるのかなとは思っているんですが、こちら、一角、我々のね、第一の都市に、一般停泊所をね、作ろうかなと思います。そうなんです。さらなるね、資金の獲得。それも観光客からね、ゲットしたいなと思います。そして、戦争がね、時々ちょいちょい起こるので、修理クレーンを作ろうかなと思います。それによって船のね、修理が加速されるということですね。お、ちょっと待って。あ、船が来た。フリゲートだ。いやいや、勝てるでしょう。あ、しかも攻撃所も攻撃するんだ。うわー、来た。すごい。これが、ありますね。怖い。こうやって突撃して、様子を見に来るんでしょうかね。で、今回ね、貴重なご意見として、例えばこの攻撃所の中にあるね、板を売りたい時っていうのは、このままだとね、何もならないんですけども、ここをね、こうやることによって、これを購入したいですよ。これを売却したいですよっていうことがね、設定できるんですね。これによって、例えばね、他国の貿易の船が来た時に自動的にね、買ってくれたり、売ってくれたりするっていうことで、貴重なね、アドバイスがありました。ということで、また来た。これフリーゲートでしょ?この速さは。突っ込んでくるなぁ。うわ!すごい。でもこれは勝てるでしょう。また落としてったよ。怖いな。こちらもちょっとフリーゲートをね、作りたいなと思いつつも、戦列艦が作れるので、ちょっと戦列艦を作ろうかな。で、ここら辺は拾いたいと言ったことですね。なので、さっき言った通りなんですけども、一般のね、停留所っていうのも作っていきたいと思います。一般の停留所ここに置けるね。よし。うわぁ、怖っ。で、これをビルドモードにして、これが、ああ、そっか、武器が足りないのね。で、修理の場所も合わせて作りたいですね。はい、これが修理クレーンですね。これによって修理ができやすいのかな。で、合わせて貯蔵庫も増やしたいなとちょっと思ってます。なんでかっていうと、なかなかこれだけの倉庫だと、すぐ満杯になってるのではないかなと思いますね。じゃあここに置きましょうか。ね。なんなら2個作っとこうか。よしよし、これでいこう。で、こちらもね、バランス的には作りたいですね。貯蔵庫。よし、これでいいかな。で、こちらも念のため作っときますか。ね。ほうほう、ここに作れるのか。よし、こういう感じでいいかな。で、ちょっと今回はね、新たなね、アイテムも買いたいんですね。船に積むための。いわゆる船を強化するため、様々な強化があると思うんですけども、攻撃量アップするとかね、スピードをアップするとか、まあそういったものをしたいなと思います。はい、ビールもガンガンやってますと。いいね。ちなみに気になるのは武器なんだよね。武器の数は、まあ少し少ないかなといったところですね。もうちょっと武器を増やそうかな。あまりやりたくはないんだけど、というのは資源がね、限られているので、ただ武器は非常に重要だからね。よし。ここかな?よいしょ。シップができたということで。もうここにあった漂流物はなくなっちゃったかな、さすがに。取れないよな。あとこの船は非常に重いので。ペリルおばちゃんの
信用も上がるな。大量の現金も手に入る。ちょっとやってみる？今回やってみましょうか。I'm not as scary as you thought, eh? フリーゲートを破壊しなさいと。これか。どこ？あー。でもフリーゲートを破壊するにはフリーゲートだよね。わ、きついな。フリーゲートを作ろう。Some of us have to live by the sword. やばい、また宣戦布告だ。お金要求。うわ、悔しいわ。え、次は、選べないよ。承諾するが。I'm sorry. This is the only way. ああ、とうとう、もう一人と戦闘する話になりましたね。うわ、プリンセスチームも戦ってるよ。彼です。ジャンさんですね。ジャンさん怖いな。あれ？でも我々よりそんな強くないぞ。よしよし。我々への宣戦布告ですね。新たな敵が増えてしまいました。しょうがないな。よし、フリーゲートができましたね。こちらに持っていきましょう。ここですね。で、二つを合わせて突っ込んでいくっていう感じですね。いけいけいけ。さあ、クエストまで16分ですね。16分の間にクエストを完了しないと、まあ、報酬がもらえないっていうことですね。むしろ関係が悪化すると。さあ、ガンボートが周辺にいるが、ちょっと待って。いいや。こいつでいいや。ちょっと思わぬチャチャが入りそうだ。よいしょ。入らないかな？大丈夫かな？よしよし。いけ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 。数としては絶対こっちが勝つ。ね。はいはいはい。やっつけたな。よし。最後。やったー。やりました。ほい。これを入手するですね。早々にやんないと怖いな。変なのが来ちゃいそう。よし。ゲットした。戻りましょう。さあ、なんか後ろが怖いんですけど。このガンボートが怖いな。なんとか行けば、速度が速いからな、ガンボート。3機か。戻ってる。よし、パトロールってったとこかな。行きましょう。さあ、アタックされてる。おーおー、怖い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 。なんか、拾え。漂流物拾っちゃえ。拾った。何拾った？おー、爆弾拾った。よし、行こう。さあ、フリゲートが着いたかな？よし、着きましたね。これで行きましょう、こっちに。目的地こっちです。このね、壊したよっていう証拠ですね。はい。やったー。よし、ゲットしましたね。いいね、いいね。よし。で、アイテムこっちに置いときましょうか。ね。で、これ何なんだろうね。あ、爆弾だからダメージ強化か。ほう。これさ、戦列艦に使いたいですね。だからちょっとここに置いといて。よし、これで、多分修理してくれてんじゃない？この中の範囲内にいればいいから、多分ね。そういうことだと思いますね。よし。彼にアイテムを持たせよう。さらに強く。よいしょっと。ね。で、ちなみに、この組合のアイテムはどういうアイテムなんだろう。あ、暴動発生率を一気に下げるんだね。おう、やった。訪問者が来たよ。どういうこと？おお、これかな？お、いる。訪問者いますね。ここに。わあ、今帰っちゃってるけど。大丈夫かな？
よしよし、新たな収益とともに収益はね、プラスに転じし始めましたね。いい感じ。じゃあ労働組合にアイテムをね、渡しましょう。あ、すごいすごいすごい、こうやって修理してる。うわ、これ面白いな。ちゃんと修理すんだ、本当に。ねえ、労働組合にこれをこうかな、ペコッと。ここら辺がね、非常に UI が便利ですね。こうやってはめられるなんてね、いいねいいね。うん、次回あたりちょっとおばちゃんのとこ攻めてみようかな。ここら辺とかね、いけちゃうんじゃないの、ここら辺はね。え、そしたら形勢がある程度逆転できそうな予感、本当に。はい、今回はね、一旦ここまでにしたいと思います。どうでしょうかね、続きが見たいという方いらっしゃったらぜひいいねお願いいたします。またね、チャンネル登録もお願いいたします。そして普段はツイッターで情報を発信してますので、そちらもチェックしてみてください。それでは。